シャンクです。マッツです。今日のテーマはトレードの噂、最新ニュースまとめ。聞いたトレードの噂、久々に聞いた。久々にやるからな、この回は。そうやね。っていうぐらいリラードの利権が引きず止まってんねんけども、止めてるよ。ナイスストッパー。リラード以外にも新しいねトレードの噂もいろいろ出てき始めたんで、ようやくみんな待ってられへんと。新しいというか、もともと噂あった選手の最新情報的な感じ。あ、動き出したよな。そうやね。それを前半でさせてもらって、そして後半はね、ウォリアーズがいろんな選手今ワークアウトしてるっていう話もあるんで、来い言うて、その件についても話していこうと思います。今日も最後まで皆さんお楽しみいただいて、僕ら応援してるのを込めて高評価ポチッとポチー押していただいて、まだの方忘れるチャンネル登録いただけると僕ら続けるモチベーションになるのが嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。早速一人目見ていくと、見ましょう。パスカル・シアカム。パスカル・シアカムですよ。新しい噂がいろいろ出ております。また出てきたと。もうずっと言われてるそのシアカムやねんけども、はい、どうやらですね、シアカムを引き続き狙ってるチームがあるみたいで、アトランタ・ホークスが引き続きやっぱ彼を狙ってるみたい。めちゃ強なるやないの。組み合わせとしてはすごい良さそうやな。もともと今シーズン終わった後ぐらいからかな、もしかしたら昨シーズンのトレードトライ前ぐらいもあったかもしれんけど、ホークスはもうずっとシアカム狙ってるって言われてた。欲しいな欲しいな言うて。そうやねん。で、一回その話がなくなったように思ってんけど、またここで新しい話が出てきてると。モリナード待てへんと。そしてね、具体的にはホークスがもう誰出すのかっていうアセットの名前も公表されてた。リークするね、あの国は。で、それちょっと見ていくと、ディアンドレ・ハンター、そして AJ グリフィン、ドラフト1巡目指名権のセットをラプターズ側にオファーしたみたい。1巡目は1枚。そこまでは出てなかった。なるほどね。ただシアカムクラスなんで2枚ぐらいはあるんじゃないかなと。そうね。そしてなんとラプターズ側はこの話を一旦その保留にしたらしい。あ、じゃああかんは言うてないんや。そこがソースによって拒否したっていう話もあれば、持ち帰ったかもしれんってことっていう話もあんねんけど。なるほどね。でラプターズ側何考えてるかっていうと、もうちょいそのホークスからもらうアセットをやっぱ釣り上げたいらしい。さすがやね。なのでその交渉が今水面下で行われてるみたい。そして当然シアカムのサラリーの方がこの2人のサラリー足したじゃん高いんで、はい、戻ってますと。このトレード成立させるためには、本当やるんだったらホークスからあと1名そこそこサラリーもらってる選手をつけなあかんわけよ。現在のホークスで出しやすい選手で言うと、例えばコンボガードのボグダノビッチあたり、彼になってしまうと。彼をつければシアカム1人対3人でトレードは成立する。シアカムもらってるね。さすがやっぱシアカムクラスなんでね。ドリーム叶えてるよ。そしてその他の候補で言うと、クリント・カペラも出せばサラリーとしては釣り合ってきます。アイムバックになる。あ、まあバックじゃ、ごめん間違えた。いい。でカペラの場合はラプターズからシアカムプラスミニマム契約ぐらいの選手はつけなあかんねんけど、うん、それでもカペラでも成立すると。カメラだったら嬉しいんちゃうか。ただこれラプターズにはもうすでにヤコブ・ポートルっていう再契約をした選手もいる。いますよ。なのでもしかしたらクリント・カペラを狙ってると言われているダラス・マーベリックスがここに入ってきて、おお、ちょっと待った、三者間、三者間っていう話はあるかもしれへん。でもしこれシアカムがホークス行きが決まってしまうと、めっちゃ強いよ。バランスめちゃくちゃいいんじゃない。若いしね。まだまだ未来があるし、シアカムが来てアトランタはディフェンス、オフェンスともに底上げしてくれること間違いないし、なので若手と中堅ぐらいの選手がいい感じで融合しそうな気がする。いいグラでかかってるね。そうね。なのでヤング&マレーはちょっとまだ物足らんところもあるねんけど、ここにね彼をちょうどいいね、優勝知る男ですよ。ナンバー2あるいは3オプションぐらいにはほんとちょうどいいシアカムなの。その辺なんよね彼って。そうね、上手くなりすぎた優勝した時と比べて。そう、シアカムあれこれ何も悪くない頑張ったんやな。そう、むしろ頑張りすぎたっていう感じ。そんなシアカムやねんけど、実は今シーズンが終わった後に FA になります。そうなの。じゃあもらいやすいのもあんねや。そうやねん。そしてもしラプターズがシアカム側に契約を新しく延長契約オファーする場合、最大で4年192ミリオンのオファーができると言われます。ただ現在としてはシアカム側もラプターズ側もその延長契約の話はまだしてない。なのでラプターズ側シアカムを出す可能性っていうのはもう十分まだあり得るし、うん、ただシアカム的には引き続きラプターズでプレーしたいとも言われてる。やっぱ愛着があんねや、905から。あるかもしれんね。そしてもし自分がトレードされたとしても、そのチームと延長契約は結ばないだろうって話も言われてる。マジで戻ってきたいって感じっていう話なのかもしれない。マジかよ。なのでシアカムが引き続きラプターズ残るかどうかっていうのはもうこれめっちゃ注目やし、めっちゃカナダ好き。そしてアトランタ以外にも、例えば以前にはブレイザーズとか、うん、ペイサーズ、クリッパーズなんかの噂もあったみたいな。はい、出てるね。この辺りは引き続き注目です。そしてラプターズネタで言うと、 OG アルノビも引き続き噂に上がってる人です。またもずっと出てるね。他のセットやね、シアカム OG セット。具体的な狙ってるチームの名前はないねんけど、引き続き一巡目指名権をかなり求めてるという話が言われてる。めっちゃ欲しがってるからね。昨シーズントレードライン前にグリズリーズとペイサーズが
OG に対して1巡目3つオファーしたらしいんだけど、それでもペペンでしたやろ。そうやね。なのでそれ以上のオファーをするチームがあればもしかしたら出すかもしれんっていうのは言われてます。そしてその次のニュースがジェームズ・ハーデンについてになっております。大髭の妖精よ。ハーデンとしてはクリッパーズに行きたいという話が言われてて、ラストねやりたいと。そうね、一旦その話は止まったように思えてんけど、だからここでまた改めてシクサーズ側とクリッパーズ側が交渉を再開するみたいな、はい、おお、いけるといいね大髭。ここのクリッパーズ側とシクサーズ側のトレードをまとまるキーマンやねんけど、おどうやらテレンスマンになってくるみたいな。マンに重圧が注がれてる今。そうね、これどういうことかっていうと、シクサーズ側はハーデンを出すんであればクリッパーズ側からテレンスマンが欲しいというのを要求してんねんけれども、あげたないと。クリッパーズ側がちょっと渋ってるみたいな。未来あるもんねここ。そうよね。なのでクリッパーズ側の言い分としてはテレンスマンではなくて、例えばマーカス・モリス、コラス・バトゥーム、ロバート・コイントもうベテランで我慢してるベテランでも堪忍して言うて。渋いパックやね。そうやね。そして彼ら以外にノーマン・パウエルもどうやって出すみたいな話もあんねんけど、テントにまっさか言うて。ただこれシクサーズ側的に言うとノーマン・パウエル契約あと3年ぐらいあるんだよ。重いですわと。ちょっと重たいの。なのでこの辺りの交渉がテレンスマンが結構中心になってくるか意外やね。そうね、いい選手やけどいう話が言われて、確かにハーデンがもし出ていくのであればシクサーズとしてハンドラーを務めれる選手っていうのはなかなかまだね、やっぱ一本立ちしてないマキシーとかなんで。そうね、もう一人ね同じような感じで、もし一本立ちっていうのはそのポイントガードとしての話で、そしてそこにテレンスマンが来ればこれはねシクサーズとしては結構いいフィットになるような気もするんで。優勝は見えへんので、なのでそうなるとちょっとエンビードが不憫ではある。そうよ。ただ今水面からそういった話があるみたいです。そして次のニュースがウォリアーズの最新ニュースになっております。金の地ウォリアーズは前回ね今シーズンの展望を語ったりとか、はい、改めてロスターを見てったわけやねんけど、実はそのスタンダード契約まだ13人しかやらん。あと2人いける。結構まだ決まってないらしいよね。なのでウォリアーズは今所属先が決まってない FA 選手何人かとワークアウトをしてるみたいです。試験するぞと。そしてそのワークアウトしてる選手の名前が上がってて、一人ずつ紹介していくと、ディオン・ウェイターズ。優勝知る男やで一応な。出てはなかったけれども、前回クリーブランド・カバリアーズの歴史でも話したこのウェイターズ。そしてその他にトニー・スネルの名前も上がってます。スネル今 FA なのか。そうやね、最後ペリカンズでプレーしてその後多分契約がない。なるほどね。ケント・ベイズマーもその一人として名前上がってます。やってきました。ベイズマーはもともとウォリアーズもいたからね。アイムバックしたいと。その後にレイカーズに来たのか。そしてトスカーノ・アンダーソンも名前が上がってます。再び俺も入れてくれと。彼もウォリアーズで優勝しろと。そしてハリー・ジャイルズの名前も上がってます。このジャイルズは2017年デュークでテイタムと一緒にプレイしてて、まあ、同期なんや。めちゃくちゃ期待された機動力が高いビッグマンやねんけど、怪我がねいかんせん多くて、そう挽回してほしいね。そうやね、なかなかいい選手やねんけど所属先が決まってないって結構苦労してる選手。そしてラストがトレイ・バークになってます。バークガード、フォワード、インサイドっていう風に結構ワークアウトしてるっていう感じやねんけども、この中で言うと誰が欲しいかっていうのは結構難しいところ。同じような感じなみんな。うん、それやったらやっぱ一回ちゃんと優勝も知ってて、そして試合に出たらちゃんとハッスルプレーで盛り上げてくれたトスカーノ・アンダーソンがいいかなとは思って。無難に行くとそこやね。無難に行くとそこかな。ただワンチャン得点力欲しいっていう観点でウェイターズ行く可能性もあるし。なるほどね。そしてこのトレイ・バークかて最近は NBA でプレーはしてないんだけど、うん、バブルの頃にダラス・マーヴェリックスでめちゃめちゃ活躍したサプライズ選手になったんで、いやまだまだいけると。年齢がちょっといってるのかなっていうのはあるんだけど、このあたり誰に目をつけてくるのかっていうのは引き続き注目です。以上ここまで NBA のトレードの噂、そしてウォリアーズの最新ニュースについていろいろお届けしました。いい顔してんねヒゲこれなんとも言えへん感じあなたはこのトレードの噂についてどう思いますでしょうか。ぜひ皆さんの熱い思いコメント欄で聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たち明日以降も皆さん楽しんでいただける NBA 動画どんどん出すぜ。どんどん出すぜ。まだチャンネル登録されてない方、あなただぜ。この動画もやってますのでチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他サブチャンネルではメディア片手ないトピックも話しますんで、そっちもチャンネル登録して待っててください。あっちもほぼ毎日やってます。NBA では随時スポンサーさんをご紹介します。助けてくれ。一緒になんかコラボやってみたの方、応援いただける方はぜひ気軽に連絡してください。こんな動画になります。見てね。僕の個人チャンネルもよろしくね。僕のボイシーも来てください。そして最後におもこめ。おもこめ今日のおもこめは何。今日ですね、前回やりましたイーストのパワーランキングを語るの会パワーガコさん。ガコマジックとピストン足して割るにすればバランスいいチームになりそう。強くなるかもしれない、ね、ガード肩インサイド肩のチームなんで、ちょうどよくなるね確かに。っていうかこれからちょっとマジック界ピストン界またやるんで、現れる2人、はい、今日近日出すと思うんでぜひ皆さんそれも楽しみにしておいてください。お楽しみに。この
な感じで毎回いろんな面白いコメント発表してますんで、今後も重く毎回聞いてあげると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回しましょう。次元にリングを、シアカムは出ていくのか。